はい、よろしくお願いします。はい、この度ですね、お隣にいらっしゃいます藤本圭さんですね。私が月に1回出てますラジオ放送にゲストでお越しいただくことになりました。ありがとうございます。でですね、これは放送日が4月の25日木曜日午前10時から放送の番組になります。で、今回この動画でこれの視聴方法と、もう一つメッセージの送り方ですね。この二つについてご案内させていただきます。まず一つ目、視聴方法。これが三つありまして、まずはこの動画の概要欄に貼ってある愛知北 FM の公式ホームページから。釣りやね。釣り。公式ホームページ。公式ホームページ。聞いとってな。案内できるようにしてよ。せやな。そう、まず一つ目の視聴方法ですね。これがこの動画の概要欄に貼っております、愛知北 FM の公式ホームページ。これクリックしていただいて、シュッとね、下にスクロールしてもらうと、JCBA サイマルで聞くっていうね、ボタンがあるので、そこ一回ポチッとしてください。そうすると、リアルタイムで今流れてる放送が聞けるので、ちなみにこれバックグラウンドできるから。一回聞くって押して、音声流れてきたらもう他操作してても聞けるのでね。スマホでもバックグラウンド再生。そう、スマホでも。スマホでもパソコンでも。バックグラウンド再生。どっちでもできます。どっちでもできます。はい、聞いてください。で、もう一つね、二つ目。これが、K さんのインスタグラムのアカウント。これで、ライブ配信します。うん、画角は K さんに向いてるからね。うん、お前に渡してな。そう、私がもらうから。で、私の方に画面見えてるので、うん、コメントはね、気になったやつ読んでいこうかなと思うから。うん、コメントは、はい。お月が拾いますと。はい、私が拾います。計算には見えてないんだけどね。まあ、いつもの通りやな。確かに。いつもの通りや。別に、画面見てても読まへんから。うん。俺は読めへんから。おう、知ってるわ。うん、いつも通りや。うん、これが二つ目ね。うん、で、最後三つ目。これが、愛知県の犬山市城下町にあります、愛知北 FM のオープンスタジオに遊びに来ていただくと。直接ね、足を運んでいただくことになります。これ見えるから、計算が。そうやな。はい、うん、もしもお時間が合う方がいらっしゃれば、ぜひスタジオ前まで遊びに来ていただければ。どしどし。で、来てくれた人には、僕から特別なプレゼントはありません。びっくりした。聞いたらいいと思った。ないの？ない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 。でも出さんの？時間ないやろ。なんか渡す？ステッカーとか。なんかいいやん、そういうの。愛知 FM。こうかけるサンダーバードヒルズステッカーみたいな作る勝手に勝手に作っていいの作らんでいいってじゃあもう今あるやつに敷いて今あるやつかなんか、うん、もしかしたらでも多分いいもんくられるかもしれんからお時間がある方はね遊びに来てくださいそして2つ目メッセージの送り方です、うん、これが2つあるんですけど一個、ツイッター X よりですね、ハッシュタグ、unthefaceここに出てると思う。うん、この辺。これを、頼むで。オッケー。入れるわ。この辺に入れとく。入れといて。un が、アルファベットで、the face はカタカナ。カタカナ。そう。unthefaceね。はい。をつけて、ハッシュタグな。そう。ツイートしてください、うん、それは私がね放送中にずっと検索かけてるんで、うん、これ送ってもらえれば読みます、うん、でもう一個これ二つ目ですね、うん、が公式ホームページのメッセージリクエストフォームより The Face っていうのを選んで送ってくださいでこの日のトークテーマが一個ありましてこれがね見たい景色です、はい、見たい景色、まあ、Kさんのも聞いていこうかなと思うんですけど皆さんが思う見たい景色ですねこちらについて何かお話ししていただくもよし、Kさんへのメッセージでもよしということで、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、最後にまとめです。まとめ。はい、もう一回言います。4月の25日木曜日午前10時から、放送です。愛知県の犬山市にあります城下町のスタジオ。ここはね、ガラス張り。しっかり通ったら見えるようになってますので、遠くで。椅子みたいなのないの？ああ、椅子あるよ。あんの、うん、椅子に座ってみるんや。うん、うん、うん。でも椅子全部撤去しておきますんで。椅子は。なんでもせ。もう、撤去されたらみんななんでもせ。ほんで、さ、城下町やからさ、食べ歩きできてや、うん。うん。めちゃめちゃお店いっぱいあるから。あ、そうなんや。そうそうそう。
あ、じゃあ別にあの遊びに来れるってことやな、その辺こうブラブラ。あ、そうだね、観光地だからね。あの絶対に興味のない国宝犬山城もあるから。あ、絶対が。そうですよね、連れて行きます。城とかも一番興味ない、俺。散歩してな。ということで、いろんなね、計算、まあ聞いて、見て、なるべく、こう、できればね、皆さんで楽しく会話したいなと思うので、メッセージもお待ちしております。そっちやな、メッセージやな。うん、そうそうそう、よろしくお願いいたします。別に混んでもいいけど、とりあえずメッセージ送ってくれと。多分来てほしいと思うね。誰が？計算が。なんで？あんまり、こう、ないやん。全然思えへん、来てほしいとか。こなしのキャンプ以来。こう、会えるかも、みたいなイベントがちょっと欲しいじゃないですか。もう出んので精一杯やん、ラジオ出んので。もうさ、喋り慣れてるでしょ。いや、喋り慣れてないよ。そう、なんかもう、回ってるって分かってるわけやんか。カメラが。いや、じゃあカメラじゃないけど。カメラじゃないけど。まあ、ちょっと違うのはさ、こっちに関しては撮ったやつ自分で確認してあげれるけど。うん、いや、でも、いや、で、確認してあげるけど、別になんか、その、都合の悪いとこカットしてるっていうわけじゃないから。ないわ、ないやろ。都合悪いとこ流してる。全部流してるやろ。だから、そういうんじゃないけど、その、相手方にこう、主導権が委ねてるやんか。主導権委ねてるっていうのは、まあなんかその、いや、なんかやったらもう取り返しつかんから。分かってる分かってる。自分のフィールドじゃないっていうだけ。あ、そうそうそう、そうです、そうです。ということで、あの、私自身もどうなるか分からない、賭けに出てる立場ですからね。まあいろいろと。まあ俺も別に出たくて出るわけちゃうから。じゃあもうほんま、お願いしますんで、あの、圧かけてください。楽しみにしてますっていうね。頼むか来てな。この YouTube にコメントください。俺を応援する。メッセージください。この YouTube にはいらんか、別に。まあ当日ですよ。どうせ返せへんし、うん、俺、返事。やめとけや。3行以上でもなんだかんだ読めるんで、多分この人。お願いしますね。はい。はい、まあ、ということです。4月の25日。うん、はい、木曜日。はい、午前10時から。お願いします。お願いします、はい。みんな遊びに来てください。あ、そうそう。スタジオに遊びに来てね。それが一番私としては面白い。YouTube の取り替えがあるわ。遊んであげてください。はい。待ってます。よろしくお願いします。はい。じゃあそんなとこで。ありがとうございました。ありがとうございます。これ入ってるけどいい？めっちゃ入ってるけど最後は。もういいか。最後はええちゃう？妄想が聞けます。ここから行け、もう一回行け、ここから行け。どこから行け？ここから。公式ホームページ。見る視聴方法。視聴方法。ご出演いただきます。ありがとうございます。大丈夫？楽しそうやな。大丈夫だよ。まあ俺は分かってないから。確認してないですね。公開しました。聞きながらハッシュタグをつけて、ツイッターで一度お願いいたします。で、もう一個が公式ホームページからですね、メッセージ。飛行機来てる。大丈夫。どこから入っとった？ここ近いから、だいぶ。どこから入っとった？分からん。ハッシュタグから説明しよう。そうだね。了解しました。本日の様子を、ケイさん、記録するので。あ、YouTube な？そう。はいはい。YouTube の方で。おとのお前やな。とのは私です。そら！ゲストやから、俺。うん。ね、ヘルメットかぶってて。ボーグルつけて。できればヘルメットかぶってきてほしい。いや、お前がいい。あ、私？お前がヘルメットかぶってつけとかなあかんから。さっちや。さ、わかったわ。じゃあ、もう私は制服で行くわ。制服やな。制服で行くわ。せやな。で、ヘルメットな。ヘルメット両カバンってあるから。私、スーツかもしれんし。スーツね。こんな可愛いシャツかもしれんし。わからんです。でもスーツの方がええね。気分によっては。大体ゲストさんみんなスーツ着てるんやろ。スーツ着てるから。ちゃんとしてくる。ちゃんとしてくる。別にヘルメットがちゃんとしたら。いや、ヘルメットはもう。清掃やん。もう見飽きてるやん、でも。制服やん。俺の制服やけど。城下町をあれで歩いてるたびに見たことない。お。見飽きたら、みんなもちょっとちゃうのみたいやろ、多分。オフの俺。オフの方がジャケットっていう。ちょっと逆やん。